解体監修。なぜ銀河忍法帳を破いているのだ。認知の隔離はミームウイルスを消滅させるための第一歩だからだ。お前の天才にも匹敵するほどの知能はこのゴミによって破壊された。分かったなら自分の手で破り捨てろ。これは両乱人挙の秘宝。そんなことできるはずがないだろう。変だな、お前はずっと従順だったではないか。ホモハビリス7号の言うことは聞いていたのに、なぜ私の言うことは聞けない。硬い筋肉だな、まるで岩を叩いたようだ。空手、なぜ空手を。早くこのゴミを破り捨てろ。お前がうまくやれば私とホモハビリス7号は恩恵を受けられる。あいつを失望させたくはないだろう。マスタークちゃん、わかったぞ。これはきっとマスタークちゃんの試練だ。拙者の忍び断捨離の心を試そうとしているのだな。解体監視とマスタークちゃん、何を話しているのだろうか。ホモハビリス22、彼女を処分することは許さん。3号も失敗作だった。彼女は収容室に押し入り、混乱を引き起こした挙句、研究モンキーに対して無礼な態度を取った。これだけでも十分不合格の理由になる。あれはただの事故であったとお主も分かっておるだろう。私は研究モンキーであってバナシではない。あんな風に彼女を育てたのはお前だ。研究室もその責任を追及するだろうな。この拙者は間違っていたのだろうか。そんなことはない、ランハ。お主はよくやっておる。真の任侠はひたすらに己の忍道を貫くものじゃ。お主は忍者の陰謀をくじき、罪なき人々を救った。すでに真の忍びと言えよう。拙者は本当に真の忍者になれたのだろうか。ああ、もちろんだとも。忍と乱派よ。弟子入りして早5年、お主は苦行に耐え試練を乗り越え、あらゆる忍法に精通するまでに至った。今日ここに両乱忍者の名を与えよう。これからお主は忍者を討伐する先兵となり、忍びの都を牽引していくのじゃ。ありがたき幸せ、心より感謝する、マスタークちゃん。この巻物を持っていけ。これには両乱忍法の奥義が記されておる。その奥義は邪水が恐れる異彩を放ち、忍者の陣をことごとく破ることができるのじゃ。これを忍びの都に振りまき、インクの色彩ではびこる闇を払い、罪と悪に抗う旗を掲げよう。しかし何を書けば。それはわしにもわからん。お主はただ心の中に思い描く絵を表現すればいい。それがお主だけの忍法となるのじゃ。つまり何を描くかはお主自身が決めなければならん。わかった。
ここがジンの目がある場所か。マスターによれば、両乱忍法は忍者のジンを遮断することができるらしいが、蜜樹を注いだ異彩でジンの目の蜜樹を覆う、なんと奇妙な忍びサイエンスだろうか。両乱忍符開！よし、これで忍者の陣は破られた。ホモハビリス7号、これはどういうことだ。研究所が電子落書きまみれてセキュリティシステムもダウンしているではないか。わからんが、おそらくハッカーにでも侵入されたのじゃろう。すぐに対処する。急げ、すぐに手を打たなければレンジャーが来るぞ。マスター・クチャ、両乱忍符の配置は終わったぞ。よくやった、両乱忍者。これで忍者の陣はわしらの通信忍術を制限できなくなった。こいレンジャー、このバカバカしい茶番を早く終わらせてくれ。やめろ、ホモハビリス7号、何をしている。ホモハビリス22、実験対象を騙し、学術仲間を騙し、挙句研究モンキーまで騙すとは。第17研究室の最大の過ちはお前のような詐欺師を入れてしまったことだ。相対監修、何を言っているのだ。ランハ、彼女は忍者の部下なのじゃよ。何だと、相対監視が裏切り者。もういい、戦闘モンキーども、こいつらを始末しろ。両乱忍者、今日の試練は裏切り者を倒すことに変更じゃ。装置、先ほど習得した両乱忍法、今ここでマスターにお見せしよう。来る、みんなを守って。小説の志は朽ちることなし。ルール違反、これでもう後戻りはできない。この程度か。よくも、涙雨、降りて溢れる。悪い子は誰かしら。この程度か。小説の志は朽ちることなし。引導を出そう。まだ苦しみ足りないよ。
ップ。小説の志は朽ちることなし。オラだ。現状を出そう。有言実行。なぜだ、この戦闘モンキーたちは研究モンキーが手塩にかけて育て上げた戦士。日夜苦行に励んだ甲斐があったというもの。これが両乱空手だ。見ろ、これがお主らの言う失敗作じゃ。この実験はわしらが共に行ったもの。わしらが乱波をここまで育て上げた。彼女は卓越した知性、優れた知覚、強大な力を持っておる。教えてほしいものじゃの。彼女のどこが失敗作なのか。博士の理論を疑うなど言語道断。研究モンキーたちにはきっと彼らなりの考えがあるのだ。もうすぐセキュリティシステムが復旧する。原始博士の怒りを受けるがいい。身の程をわきまえない巻きどもめ。お主は間違っておる。原始博士はわしらのような凡人など気にかけん。ランハ、試練は終わった。行くがいい。しかしマスタークちゃん。ランハ、行け。わかった。お前、武器を隠していたのか。一体何を。ホモハビリス22、お主のおかげでわしは気づくことができた。道徳は確かに偽善的で浅はかなものであると。故にわしは道徳を捨てることにした。待て、銃を下ろせ。私たちはずっと共に歩んできた仲間ではないか。そんなことをすれば。相対慣習、時勢の句を読むがいい。これは因果応報である。警告、 C11 通路に非少人人員が出現。保安モンキーは防御システムを起動してください。忍者はここに陣を敷くつもりだ。マスターに渡された忍びサイエンスで間もなく到着する任侠のために道を切り開こう。警告、 C11 通路の防衛システムに固定の疑いあり。技術モンキーは速やかに点検を行ってください。警告、通路の防衛システムに大規模障害発生。警告、 C11 通路の防衛システムダウン。 C11 通路の忍びの都の外の空気はこんな匂いだったのか。おい、大丈夫か。初めて見る顔でな。お主は。巡回レンジャーだ。救援信号をキャッチした。原始博士一派の縄張りを突き止めるのはジャングルでたった一本のバナナを見つけるより難しい。任侠では、拙者の試練は終わったということか。試練？何を言ったこと。ああ、また猿に狂わされたかわいそうなガキか。最終試練、末法の日にお猿屋の陣を破り、この地を覆う災厄を退けることだ。拙者は任侠を名乗れるだろうか。マジか、全部お前一人でやったのか。10年に及ぶ苦行の末、一夜にして称号を得ることになるとは。拙者は
両乱忍法を無駄にはしなかった。マスタークちゃん、この瞬間を見せられたらどんなに良かったか。なるほどな、このガキはミームウイルスに感染してんのか。普通の人間ならとっになってんのに、なんでこいつはこんなに元気なんだ。私の話を聞け。今のお前は危険な状態にある。早く治療を受けないと脳みそが爆発するぞ。待ってくれ、拙者も今や忍者に対抗できる人気を、お主の助立ちをさせてはもらえないだろうか。ふざけやがって、死んだら復讐はできない。ガキ、お前は遵守の道を歩みたいのか。一旦足を踏み入れたら後戻りはできないぞ。構わない、拙者は止まることなく全ての悪を払ってみせる。たとえ矢が鶴にかかり永遠に戻らないとしても、一心不乱に邪道を破り正道を示す人道を貫く者だけが人侠になれる。拙者はもう決めたのだ。カット。素晴らしい、実に素晴らしい。ビッグスター君、君はいつか私のような偉大な監督になるだろう。